なこさん、おくつろぎ中のところご報告があります。実は今日また新しい子が来ます。なんかね、トイプードルなんだってよどういう反応なんでしょうね。なのでまたよろしくお願いします、きなこさん。どんな子だろうね。はい、こんな感じでトイレシートも引いて、準備をしています。ではですね、そろそろ迎えに行ってきたいと思います。きーちゃん行ってくるよ。きーちゃん行ってきますよ。ケロくんそのまま、病院に行きました。これからメディカルチェックをしていただきます。特に足、出血があった部分ですね、見ていただきます。頑張ろう。はい、終わりました。やっぱり皮膚炎と、あとお口ですねが、ちょっとやっぱ歯周病とか歯石とかがあって、あとは診察音もなく、パテラの方も、特に問題なしでした。やっぱり心配した傷口の方はちょっと、消毒を毎日続けていきます。あと皮膚炎はからくる結膜炎ですかね、とか歯間炎とかあるので、ちょっと皮膚炎の方は様子を見ていきます。キーちゃん来てくれたの。ご挨拶する。チェロくんと、チェロくんがグイグイ行ってる。キーちゃんも嗅ぎたいね。あ、チェロくんはキノコちゃん気に入りました。やっぱりトイレがあれですね、横結構囲むの大変でした。何枚使ったんだはい、じゃあお水飲みましょう。はい、どうぞ。あ、飲めた飲めた。あんまりこっちは飲まないタイプみたいですね。飲んだ。端っこに置いてくれ。はい。
ご飯食べれ。なんか元気だから食べれそうですね。どこから見ましょう。近くいたら緊張するかもしれないので離れたいと思います。食べてませんね。もう裏返してますね。食べた？食べないの？はい、チュール食べる？ほら、ここあるよ。ここで、あ、どう？お、食べた食べた。食べた食べた。チュール美味しいね。なぜかきなこさんはここでチロ君を観察してます。ご飯食べたかな？今あのお皿取ったんですけど、この落としてたフードは食べてますね。いつの間にか食べたんだ。よかったよかった、ご飯食べれる。きなこちゃん夜ご飯です。 OK。 さっきはあの高さが結構あるお皿にしたので、ちょっと平べったいのにしました。あと、鹿肉のミンチに湯を通したものとそのスープをかけました。はい、どうかな、いい匂いしない？お、めっちゃ食べてます。あ、うわ、また始まっちゃった。なん、あ、あ、こぼれるこぼれる。なんでするんだろう。こぼした。うわ。あらららららら。よかった、トイレシートの上で。ねえ、これなんだ、隠そうとしてるね。うわ。ちょっと私がいない方がいいですね。隠して食べたがるからちょっと離れます。Bye.
ちょっと隠してあげて、ご飯取らないアピールをしてみます。ご飯食べたかな。あ、食べてるね。ご飯食べたんだ。はい、じゃあ片付けましょうね。ここびしょびしょだ。はい、また綺麗になりました。今日だけで結構使ったね、トイレシートね。外出たいね、ケロ君。明日出ようね。これから寝ますので、多分ね、おしっこしちゃうと思うんですけど、ソファー入れといてあげようと思います。これ使って寝てくださいね。もうすごい大きい方がいいかな。入れた瞬間されましたね。もういいや、今日はこれ入れとくので寝てください。もう一回した。てんてんてんって感じ。チェロくん寝ますよ。チェロくん、そろそろいいですか。つけるといいね。この動画だとちょっと伝わらないかと思うんですが、やっぱ匂いがですね、やっぱすごくて、まあ、おそらく歯周病というか歯石の匂いというかが漂ってますね。まあ、あとちょっと環境が悪かったっていうので体の方の体臭もあるかもしれないんですけど、徐々に良くなるんじゃないかなと思いますね。チェロくん、なんかチェロって感じだよ。はい、それではチェロくん、おやすみなさい。また明日会いましょう。